現部理宅は、中華民国、満州国の医師、政治家、外交官。字は、宿州、法典商立高等工業学校を卒業し、さらに1913年に、南万医学堂を卒業した。1919年、日本に留学し、京都帝国大学で医科学を専攻した。帰国後の1923年、法典法律医学院院長権。 東北大学行為となった。その後、法典派の支配地域で軍医等を歴任している。1929年、長春、吉林、吉厚鉄路委員,委員長となった。満州国成立後の1932年4月、法典商工書秘書長に就任する。また、この頃には、右政務や満州青年連盟の山口主月具、小沢海作とともに、 満州共和党を結成した。11月、国務院国土建設局局長に任命された。1935年5月21日、張経経が国務総理となった際に文教部大臣として抜擢される。1937年6月23日、社会席の公認として、中日特命全権大使を命ぜられた。1940年12月6日、 李性化のへと入れ替わりで交通部大臣に任命される。1942年9月28日、全面的な内閣改造に伴い経済部大臣に移り、1944年12月16日には外交部大臣へ転じた。1945年8月、満州国が滅亡すると、現部利リタクはソ連に逮捕、連行されてしまう。 1950年7月31日、中華人民共和国に引き渡され、武順先般管理所に収監された。なお、この収監中において、愛新格ラフ義による、我が反省の執筆を手伝っている。1962年、特赦により釈放された。以後、吉林衛生学校、長春私立委員図書館などで勤務している。1973年、死去。 去年81、ありがとうございます。